人生というのはじゃあ上り坂が全て変ったそうじゃないですね下り坂もまた人生です立派な人生です立派なというかそれが自然なんですよ上りが良くて下りが悪いんじゃないんですよその両方が人生なんです ネームエミリーさん、30代の女性からの相談です YouTube で大号章の一問一答を拝見し相談させていただきました私は現在博士課程2年に在籍していますこれまで教師として約10年間学校で働き教育現場で働く中で様々な問題に気づきそれを何とかしたいという思いで大学院に戻り研究を始めました様々な問題に気づきと書きましたが 本当のところは、職場の不祥事の後始末をさせられたこと、多忙すぎる環境の中で自己実現ができないことに嫌気がさして、退職を決意したに過ぎないのかもしれません。大学院の試験に受かるためにも、私は猛勉強しました。その甲斐あって、現在は様々な奨学金を得ることができ、恵まれた研究環境に身を置いています。しかし、気づいた時にはもう36歳になってしまいました。 本来であれば一心不乱に研究に邁進するすべきだと思います。しかし女性である私には子供を産むタイムリミットがあります。これまでにいくつか出会いはありましたが、自分自身のキャリアを優先してきたために、おそらく現在パートナーもおらず、このまま一生キャリアに邁進していくのかという不安と孤独感に苛まれる日々を送っています。 自己実現を優先して今まで与えられていた愛に気づかず、粗雑に扱ってきたのかもしれません。様々なことを経て、キャリアで地位を得ることが幸せだとは考えなくなりました。自分自身の欲の強さにも飽きれつつ、パートナーも仕事もすべて持っているように見える友人がとても羨ましく見えてしまいます。研究をそれでも頑張らなくてはいけません。4月は研究が全く手につかない日々を送っていましたが、 逆境をバネに自分を磨き人間として成長しさまざまな努力を続けていきたいと考えています。ぜひともお正様から励ましの言葉、生きるアドバイスをいただけますと幸いです。仏教というのはお釈迦様の教えです。お釈迦様というのは神様ではありません。現在の北インド ネパールあたりに今から2600年前に生まれた王子が自分の自己実現の人生その人生で幸せが得られないと知って様々な苦悩に行き当たって城を出て 出家して、ブッダとなられた。そこから、自分の得たその悟りというものを人々に伝え始めた。それが仏教なわけですね。お釈迦様が出家をした。この出家というのは何かというと、自分のこれまでそこが、 すべてだと思って安住してきた小さな箱から出ていくということなんです。エミリーさんの行き当たってる感覚は何かというと、やはり若き時は、また能力のある人は、自分が自己実現を目指してやっぱ頑張ります。それは何も悪いことじゃありません。 自分の持っている能力、これを精一杯伸ばしていきたいと願うのは、若さのなせる技ですし、それは、それで素晴らしいことですね。けれども、ある程度の年齢が来て、この頭ではないフィジカルの自分っていうのが騒ぎ出すんです。それは女性であれば、その、 本能としてね。やっぱり子供を産みたい。子供を育てたいっていう感覚がおそらくあるんでしょうね。そういうものが出てくる。子供を持って家庭を築く。これは自己実現なんでしょうかね。ある意味ではそうかもしれませんが、このエミリーさんの周りにいる 仕事も充実させて、子供も儲けて、家庭も儲けて、すべてを手にしているように見える人。というのは果たして幸せなんでしょうかね幸せな方もおられると思います。でも、こうしていろんな方々からのお悩み相談というのを待っている側からするとですね、家庭を持ったことで苦しんでいる人たちもたくさんおられます。 いや、お悩み相談としてあげてこなくても、実は密かに苦しんでいる人たちっていうのがたくさんおられたりします。家族っていうのは他人ではないので、そこにひとたびトラブルが起きたら他人以上に苦しいわけですね。もうこういう家族をやめたいって、そういう叫びもいっぱい届きます。遺伝子というのは利己的だという話があります。確かにそうでしょう。けれどもこの 理工的な遺伝子の欲求に従って自己実現として過程を築いた人というのはどうもうまくいってないような気がしますそうエミリーさんこれまで自己実現を求めてそして自分が興味を持った研究というのをやってこられましたそれは何も悪いことじゃないだけれどもやはり今36歳 人生の前半と、これから人生の後半に差し掛かっていく。それは、上り坂ではないんですね。体もそうですし、自分の能力的にもね、下り坂にだんだんなっていく。ということが、理屈じゃなくて、体でやっぱり感じてくる年齢になってくるわけです。 でも人生というのは、じゃあ、上り坂が全て変わったらそうじゃないですね。下り坂もまた人生です。立派な人生です。立派なというか、それが自然なんですよ。上りが良くて、下りが悪いんじゃないんですよ。その両方が人生なんです。でも、50になっても60になっても、なんか、上り坂の若き時の感覚でおられる方っていうのは多分苦しくなると思いますね。なぜ生きるのかとか考え始めるんですよ。 そんなことを言い始めたときには、この上り坂っていうのは下り坂になってるっていうことに対して、フィジカルの体の部分は下り坂になっているんですけども、頭の中はずっと若き時のの,のぞ、上り坂ばっかりなんです。で自己実現、自己実現って、そう思うんです。いつまでもキラキラしていたいと。そう。すでに下り坂の人生になっているのに、そのことに気がつかないまま、 自分の人生の見方を変えようとしない人というのは苦しむことになります。さて、エミリーさん、処方箋です。処方箋は何か自己実現。自分が何かを得ようという生き方から、自分に何かプラスにしていこうという生き方から、 自分が与えるという生き方に転換していくんです。自分をして、どのようにして社会に、この自分を、周囲の人にお役立てできるだろう。この自分を使って、どのようにして、周りの人を助けられるだろう。 私が何かを私にプラスしていくって言うんじゃなくて何か私の持ってるもので周りに与えることができないだろうかこの命をどうやって人々に社会に使っていくことができるだろうかそれを使命に生きると言います ユミリーさん、ぜひね、自分の自己実現の一環として、仕事も得た。家庭も欲しい。子供も欲しい。これは本能としてそう思うかもしれません。けれども、もし本当に、何かしら、今の自分の、何とも言えない、この、心中に渦巻く、 その感覚が不快であると思うのであればきっとエミリーさんがこれまで見てきたものの見方、人生の見方、生き方というところに転換をもたらす時期に来ているのかもしれません。そのヒントとなるのが自己実現ではなくて 使命に生きるということです。この私がどうやったら社会のお役に立てるだろうか。周りの人のお役に立てるだろうか。そんな見方をしていくとどうなるかっていうと、同じ仕事をして、同じ 家に住んで同じ電車に乗って同じルートを毎日行き来しているだけなのに風景の見え方が全く変わってくるんですよ。これなんでかというとその人のありようが変わってくるからです。人間は自分の心の中に何を、どのような状態を持っているかそれがやっぱ表に現れていくんですね。自分の見方が変わっていくんですよ。 そうすると、自分のありようも変わってくる。そうすると、のずと、自分が周りを見ている、その見え方も変わってきているし、周りの人から見て、エミリーさんの見え方もまた変わってくるんですね。そうすると、不思議なことに、そこに、これまで当たり前に思っていた、 ところから新たなご縁が生まれたり、思いもよらないようなところからご縁が生まれたり、そう。そこにですね、実はもともと繋がっていたご縁っていうのが、自分が自分自分と思ってたので見えなかった、そのご縁が見えてくるようになり、そこに出会いが生まれたり、することが、 あったり、なかったり。というので、そこから先は言葉で形容できないんですね。でも、人間のありようが変わると、本当に不思議と人とのご縁というのが広がっていくものなんです。で、その転換というのが、どうしたら起きるのか。自己実現実物実現というところから、もっとおおらかに、 もっと遠くを見渡しながら何か私ができることってないだろうか。別にその異性を求めるとかではなくてですね。別に同性であっても異性であっても自分が関わる人、出会うものこと、そこに慈しみの心を持って何かを私がこの瞬間にこの状況で この人たちにできることがないだろうか。そう生きていくことによって、エミリーさんのありようが変わって、結果として、ふっと気がつくと、新たなご縁が、今あるご縁が、深くなったり、新しく生まれたり、広がったり、繋がったりしていく。 人生って面白いですす人生って不思議ですでもそんな試技できないいや頭で考えたら起きないことが起きてったりするものなんですねということでぜひエミリーさん「使命に生きる」っていうことを心して生きてみてください。応援しています。